皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日は旬ですね。説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては縦長の字になりますね。それから左右間の中心がこの中の日の右側のラインになります。いいでしょうか。それでは一画目ですね。左右間の中心よりちょっと左のところからのの字書いていって、これがだいたい4分の1を超えるぐらい、8分の3くらいですね。ちょっと通り過ぎてふっくら右上がりでこちら4分の1ぐらいのところに来ますですね。でふっくらと左右間の中心のところまで持ってきて、次に向かって跳ねる。これもなんとなく跳ねないでくださいね。ここに向かっております。ここに向かって跳ねて、で斜めに押さえてまっすぐ。で今から書く日は通常書く日よりも縦長にしてください。で下もちょっとずつはみ出したいので、自分が書こうとしている日よりもちょっと長めに余計に書いて、で頭ふっくら、でまたまっすぐですね。こちらもはみ出すこと前提なのでちょっと長く、で幅を揃えて右上がりで閉じていきます。はい、それでは左右間の中心よりちょっと左のところですね、のの字ちょっと行き過ぎてふっくら右上がり、ふっくらとつぼめて次に向かって跳ねる。縦長の日を書いていきます。こんな感じ。もう一度感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さようなら、さようなら、さようなら。